小選挙区では43万票を獲得した自民党だったんですが、比例では自公合わせても34万票余りと10万票ほどの開きがあったんですね。今井さん、これはどう見たらいいんでしょうか。そうですね、こういう傾向ですね。小選挙区に比べて比例代表の自公の票が減るっていうのは、これは一般的にどの選挙でも起こることでして、小選挙区では自民党の候補に投票するんだけど、例えばバランス感覚を取って比例代表では野党に投票するというようなことがあって、こういう差が生じるんですが、今回はこの差の部分がですね、いつもの選挙に比べて大きかったっていうのが、特徴として言えることだと思います。はい、小選挙区ではこの4人の候補が自民党前職が当選しましたけれども、1区3区4区に関しては大臣経験者、そして2区の西野さんは2回目の当選というフレッシュな方ということで、いずれも資質能力実績を持った自民党の前職でいらっしゃると。ですので、こういった自民党前職に対して個人としてこの人にうちの選挙区の代議士をやってほしいというふうに考えて投票する有権者が多くいたというふうに考えられます。でその一方で比例代表はどうかというと、小選挙区と比例代表とで考慮に入れた点が違っていて、はい、今言ったように小選挙区では候補者個人に注目をして、ぜひうちの選挙区の代議士になってほしいということで投票したとしても、比例代表では政治と金の問題なんかもありまして、自民党あるいはその連立を組んでいるパートナーの公明党には投票したくないというふうに考えて、あえて比例代表では自公に投票しないというふうに投票行動を分ける有権者が多く出た結果として、この10万票という大きな差がついたというふうに考えられると思います。それではこの比例票の内訳も見ていきたいと思うんですけれども、躍進したところで言いますと、国民民衆だったり令和、また参政党というところが挙げられるかと思います。今井さん、いかがでしょうか。そうですね、立憲民主党の議席が大きく伸びましたので、全国的に立憲躍進というような報道も多くあったと思うんですけれども、はい、県内の得票を見る限りでは、実は立憲よりもむしろ、国民民主党や令和新選組が前回に比べて票を伸ばしていますし、また今回初めて名簿を提出した参政党が4万票余りを取って、そして九州で1議席を獲得するということになりました。で、国民民主党が躍進した要因としては2つのことが考えられまして、1つは玉木代表が現実路線で政策実現を目指すという方針でこれまでやってきたわけですけれども、そのやり方に対して有権者の一定の支持が得られたということですね。で、もう1つはですね、立憲民主党には投票したくないと思った自民党支持者がいたということが考えられるということです。はい、立憲民主党というのは非常に幅の広い政党でリベラルな議員も多く含まれますから、自民党と立憲民主党との間というのは政策的な立場の差は結構大きいわけです。ですので、ここで先ほど見たような比例代表で自民党に投票したくないという方が立憲にもやっぱり入れたくないかなというふうに思う人もいるわけですね。ところが国民民主党は比較的自民党に政策的立場が近いですので、立憲よりもむしろ国民に入れやすいということで、比例代表で国民民主党に入れる人が多く出て、結果として国民が伸びたということが考えられます。県内の選挙区でというふうに考えると、はい、参政党の候補者がお三方出ていらっしゃって、はい、いずれも敗戦されたんですけれども、はい、比例九州ブロックでは1人通ったということで、はい、これは一つ勝利とも言える。そうですね、作戦通りだったというふうに思います。候補者を立てることによって小選挙区の選挙活動と比例代表での得票っていうのを連動させることができますので、県内に候補者を立てて参政党の知名度を上げて、そして比例代表選挙での得票につなげるということがうまくいった結果として票が伸びたというふうに考えられます。それから令和新選組に関しては一点突破のような形ですけれども、消費税廃止という問題を掲げておりましたが、消費税というのは私たち有権者の財布の紐に直結する問題で、有権者としては一番気になるところでありますので、そういった自分の懐に響く問題から令和を選択したという有権者が多くいて伸びたというふうに考えられま す, です、ね、今回は自公で過半数を割ったということで、どの政党がどの政党と組んで政権を担っていくのかというところが注目されるわけなんですけれども、県内は TSMC など重要な政策課題も抱えていますから、どこが政権を握ることになっても県内に良い流れを起こしてもらえるように選出された議員には期待したいところです。